皆さんこんにちは。今日は、ヤクルトのキャンプ地浦添に、来ています。フジテレビの中継で、練習風景を中継ということで、10時半から、3時までぶっ続けでしたが、今ちょうどランチタイムということで、選手もランチタイムになりました。天候はもうめちゃくちゃいい。日陰は寒くてね、放送席は寒くて、体が冷え切ったので今ちょっとランチ、私らもランチということで、今、日向に風呂に入っているような気分で今、体を温めているところでございます。現在の状況はこういう状況です。後ろの方が、放送席にもなってますけども、こういう練習風景を長々とヤクルトの話だけを中心に、するということで、ヤクルトの戦力分析、今日は見てると、村上とかね、山田いませんけども、キャッチャー中村はいませんか。しかしヤクルトの来季どうかと、3連覇できるかというような話で、私はちょっと順位予想では少し外させていただきましたが、おそらく、戦力的には、一番整っているのではないかなという中で、不安材料はやはりマクハグが抜けた、投手陣、それからマクハグの代わりは誰がやるかということで、今日はシート打撃に石川田の小川、それから清水ですね。特に清水はマクガフの代わりをやるかどうかというあたりで、できるかということで、調整具合を、まだ早い段階ですけど、投手陣は一応今日見た感じでは順調にヤクルトは来ております。投手陣の中でもこの新しい、ピッチャーが今日は3人ほど投げましたけども、どうなんでしょうね。先発投手としてローテーションに入れたいという、思いはあるでしょうから、そのうちのどれか1人ぐらい出てくればね、やはり去年9勝の小川が唯一でしたけども、今日は、外国人のピッチャーでしたね。サイスニードですか。彼が9勝と。9勝8勝ピッチャーがね、小川も含めていましたけど。10勝2桁できるローテーションが組んでいかないと、やはりそうは言っても、なかなかやりごり苦しくなるんではないかと。打線は、好調ですけど、これがまた今年も引き続いている。打線が活発な打線になるかどうかと、村上が50本以上打つかどうかというあたりもポイントになってくるでしょうが、なかなか、そう簡単には3連覇はできませんけども、今日の準キャンプの今日までの雰囲気からしますとね、一通り、活気もあるし、ヤクルトファンの皆さんもぜひ、この今の状態はいいということですので、ただシーズン入ってね、どんな風な展開になるかは、これは今シーズンはなかなか分かりませんが、どうか、ヤクルトもね、去年のような元気なチームになるかどうかというあたりを期待していただきたいと思いますが、いずれにせよ、今日は最高のコンディションの中で、キャンプ地の中盤を皆さんにお伝えをいたしました。以上です。